まるでおとぎの話、終わり迎えた証、長すぎる旅路から切り出した一節。それはかつてこの地に影を落とした悪を討ち取りし勇者との短い旅の記憶。勇者は眠りにつく穏やかな日常をこの地に残して、時の流れは無情に人を忘れさせる、そこに生きた奇跡も錆びつぎつつ、それでも君の言葉も願いも勇気も今も確かに私の中で生きてる。同じ道を選んだ、それだけだったはずなのに、いつの間にかどうして方法を使う涙の訳をもっと知りたいんだ。今更だって共に歩んだ旅路をたどれば、どこに君はいなくともきっと見つけられる。物語は続く、一人の旅へと立つ、立ち寄る街で出会う人の記憶の中に残る日は、愛も変わらずお人よしでカッコつけてばかりだね。あちらこちらに作ったシンボルは勝ち取った平和の証、それすら未来でいつか私が一人にならないように、あの旅を思い出せるように残された。次の話、終わり迎えた証、私も変えた出会い、100分の1の旅路。君の勇気をいつか風がさらって、誰の記憶から消えてしまっても、私が未来に連れてったら、あの日全て始まった。くだらなくて思わずずっと笑って